第74回、全日本少年フットサル大会開会式を行います。1994年 FIFA 国際サッカー連盟はミニサッカーのルール改正に伴い、フットサルという名称で世界中のミニサッカーを統一しました。日本でも1991年より第1回全日本少年ミニサッカー大会がスタートし、回を重ねるごとに発展してまいりました。第7回大会よりハウス食品株式会社様の特別協賛を賜り、そして第23回大会よりはハウス食品グループ本社株式会社様の特別協賛を賜りまして、バーモントカップとして盛大に開催されております。本日第24回大会を迎えました。全国を勝ち抜いてきた各都道府県の代表48チームがここ駒沢体育館に一堂に集結します。バーモントカップ第24回全日本少年フットサル大会、ただいまより選手の入場です。
それでは主催者を代表いたしまして、公益財団法人日本サッカー協会松崎康弘常務理事より皆様にご挨拶を申し上げます。新年明けましておめでとうございます。そして選手の皆さん、チーム関係者の皆さん、全日本少年フットサル大会バーモントカップ出場おめでとうございます。全日本少年フットサル大会、今回で第24回目の開催です。第7回目からは商品の特別協賛をいただき、名称もバーモントカップとなっております。今回も全国の3000を超えるチームの、が予選の大会に出場しました。そして皆さんはその中から勝ち上がった48の代表です。各都道府県のを代表し、新年の駒沢、そして大田区の体育館で、プレーできることに自信と誇りを持って、力いっぱい日頃の成果を発揮してください。昨年、日本のフットサル代表は AFC アジアのフットサル選手権で優勝しました。2連覇3回目の優勝ですね。それから、AFC のフットサルクラブ選手権、クラブの選手権という大会では名古屋大雪がやはり2回目の優勝を果たしています。日本のフットサルはウェイジスともに今アジアのナンバーワンです。日本のサッカーも素晴らしいと思います。前回のアジアカップで優勝し、1月9日からオーストラリアで始まるアジアカップに日本の代表は、連覇5回目の優勝を、ね、狙います。バーモントカップからに出場した選手からは、サッカーやフットサルの日本の代表として、サッカーやフットサルのワールドカップで活躍している選手もいます。 J リーグや F リーグで多くの選手がバーモントカップを卒業してプレーしています。今回のパンフレットでも攻撃選手や斉藤選手の記事が載ってますね。ぜひ読んでください。11人制や8人制のサッカーだけでなく、5人制のフットサルには、様々な魅力があります。またサッカーをプレーする上でも多くのことを学ばせてくれます。ぜひフットサルもプレーして、幅広いサッカー選手、あるいはフットサル選手として頑張ってください。そしてそんな素晴らしい選手になるためには、サッカーやフットサルの技術だけでなく、世界には様々な人がいることを知ってください。様々な人による様々なプレー、スピードあふれるプレーもあるし、個人の高いプレーもあります。チーム戦術の高い、チーム選手もいます。それぞれのフットサルの、あるいはサッカーの技術に対応しなければいけません。またそれだけでなく、世界の異なった文化、異なった考え方を知って、大切に持って、リスペクトして行動することも必要です。サッカーやフットサルだけでなく、いろいろなことを勉強し、さまざまな知識も身につけてください。ぜひ大きな夢を持って、日々の練習にや勉強に取り組んでください。皆さんが、開会式すぐにプレーするワールドカップ、2015年の年が明けて最初の大会ですけれども、今回のバーモントカップが1月に行われる最後の大会です。次は8月に、東京で行われます。ぜひ、相手のこと、味方の選手のこと、審判のことを大切に思い、リスペクトしてプレーしてください。頑張ってください。またお父さん、お母さん、コーチ、それからフットサルを大切に持って思いっきりプレーしてください。年の初めの清々しいプレーを期待しています。関係者の皆様、保護者の皆様には、子どもたちの心身の健全な成長を願い、子どもたちのサポーターとして、見守ってください。よろしくお願いいたします。この大会には選手の皆さんのことを大切に思って、多くの方々が応援してくれています。最後になりましたが、ご協力いただきましたハウス食品グループ本社、アディスジャパン、株式会社森田様、また多くの関係者の皆様に心より御礼を申し上げて、ご挨拶といたします。皆さん頑張ってください。フットサルを楽しんでください。ありがとうございました。
きまして特別協賛社でありますハウス食品グループ本社株式会社取締役藤井豊明様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。明けましておめでとうございます。ただいまご紹介いただきましたハウス食品グループ本社の藤井でございます。開会にあたりまして一言ご挨拶をさせていただきます。今年24回目を迎えますこのバーモントカップ全日本少年フットサル大会、先ほどもありましたように、3500ぐらいのチームが参加していただいた、そして、5万8000ですぐらいの選手の方々が予選から参加をしていただいたというふうに聞いております。今日はここに全国から48チームの各予選から勝ち抜かれた代表、各県の代表が集まり、今から3日間このバーモントカップ日本一を目指して頑張っていただくわけですけれども、皆様方の日頃の練習が、成果がですね、きちんと出るようにまた努力していただいて、いいプレーを見せていただきたいなというふうに思います。私どもハウス食品グループは皆様方の心の健康と体の健康を願い、この大会に協賛をさせていただいております。ぜひ皆様方もいいプレーをしていただいて、また見ている私たちに素晴らしい感動をぜひ与えていただきたいなというふうに思っております。2020年には東京オリンピックが行われます。4年のうちにはワールドカップ、そういう中から皆様方のこの今日のメンバーの中から未来の日本代表の選手が生まれることをですね、期待しております。またサッカーを通してやはり素晴らしい人間に成長していただきたいなというふうに思います。やはりチームでの自分の役割、またリーダーとしての自分の役割、またメンバー同士でのコミュニケーションのあり方、こういうことをいろいろ学びながら、やはり試合でそれを勉強し、また自分の成長につなげていくということが大変大切ではないかなというふうに思っております。最後になりましたけれども、この大会を開催するにあたりまして、公益財団法人日本サッカー協会小倉名誉会長をはじめ、皆様方のご協力をいただき、この場を借りまして厚く御礼を申し上げます。また運営に関しましても関係各位の方々に大変ご尽力を賜っていることをこの場を借りましてまたお礼を申し上げたいというふうに思います。そしてまたこの正月早々、各チームの監督、コーチ、また府警の方々にも大変お忙しい中ご尽力を賜りまして、ご協力を賜りましたことをこの場を借りまして厚く御礼を申し上げたいと思います。今日から3日間、このバーモントカップを目指して、それでは皆さん頑張ってください。以上です。藤井様ありがとうございました。続きまして、全国各地の激戦を勝ち抜いてこられた選手の皆様へ、特別協賛社のハウス食品グループ本社株式会社様より記念品が贈られます。それでは選手を代表いたしまして、富山県代表スクエア富山 FC アンダー12キャプテン増山大地選手、どうぞ前の方へお越しください。増山選手にハウス食品グループ本社株式会社藤井様よりバーモントカレーをはじめハウス製品の詰め合わせと記念バッジが贈呈されます。
様、増山選手、ありがとうございました。続きまして、選手宣誓を行います。宣誓は、和歌山県代表、アッツーロ和歌山フットサルクラブ、キャプテン、岡空選手です。参加されないチームの皆さんはご退場ください。また、一時